皆さんこんにちは、新井まなみです。今日は本当ブリーチコラボというわけで、ちょっと入れ替えが激しいですけど、劇究極ステージやっていきたいと思います。ちょっと怖いですけど、先日ね、難しいステージやったからで大丈夫、私ならいけるということで、もちろんマルチでやっていきたいと思います。皆さん本当にご協力ありがとうございます。というわけでやっていきましょう。私はね、ノストラダムスでいきたいと思いまーす。オッケー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 、みんなよろしくね。ちょっといいキャラ持ってんの、みんな。ノストラダムスあと1体欲しい、あと1体欲しい。ノストラダムスあたつみも欲しいんですよ。持ってないんです。最近ね、ガチャの動画上げられてないので、また上げたいと思いますが、ブリーチのガチャは白紙でした。全然出ないの。多分前の動画でも言ってると思うんですけど、全然出ないの。もうね、切ない。コラボガチャを引かない方がなんかいいんじゃないかって思ってきたんだ。でもやっぱ欲しいキャラはあるよね。ルキアが好きだからさ。ルキア可愛くないですか？声が好きなんですよね。だから欲しいんですけど全然出なくて。劇究極結構難しいっていう噂。皆さん何回一発でクリアできました？ちょっとクリアしていきたい。結構難しいんだってね。ちなみに私はこれ初見です。もしかしたら、マルチの皆さんは何回かやってるかもしれないですけど、せっかくなら初見でやろうと思って、撮ろうと思ってね、今やってます。デレレデレレレン、デレレレン。B。難しい。初見でさ、なんか何も見ずにとりあえずやってみてますけど、一応ね、知識は入れようと思って、ちょっと適性とかは見たんですけど、攻略とかそんなに見てなくて、今とりあえず当たって砕けろ的な感じでやってます。だからみんなに助けられてる、ありがとう。いいんじゃないの？ここまでは結構順調じゃない？順調じゃない？ねえ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 。見るがよ。これが敵を殺すことだけに全てを捧げた千本桜の真の姿だ。千景、千本桜影。かっこいい。かっこいいね。なんか桜をさ。こう武器っていうかあれだけど、桜をまといながら戦う人ってかっこいいなって思っちゃうよね。なんか妖艶な感じ。ちょっと妖艶があれだけど、妖艶優美なそういう感じ、うん、多分分かってないと思うんだけど、そういう感じするよね。しかも男性って。ボス戦が難しいのかな？なんかね、握手会とかでよくボスの話させてもらうんですけど、結構難しかったよっていう話を聞いたんで、ちょっとビビってる自分がいて、でも負けたくないから、とりあえずやるのみ。でもあと2つで。痛い、ちょっとこれで勝って、私はご飯を食べに行くんだ。お腹が空いたんだ。私はお腹空いた。ちょっとちょうどね、お昼時なんです。今何食べようかな。あと2つだから頑張れ頑張れ。みんな
不穏な空気が流れてるよ。ちなみに今日ほぼほぼメイクしてないんですけど、気づきました？皆さん、どうしよっかな。後輩ってよしいいんじゃない？だいぶ削ったんじゃないの？オッケー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 、いいねいいね。ならばその力ごと全て押し潰してくれる。ちょっと私新しいゲームを始めたいんですけど、何かおすすめとかありますかってモンストしながら言ってるなんかいいスマホアプリないかなって思って、よかったら教えてください。私でも長く続けられそうなものを教えてください。ぜひ、全然マイナーなやつでも何でもいいで、これ本当に楽しいよ、これ本当になんかかっこいいよって、アクションがかっこいいよ、そういうの好きなんです。よかったら教えてください。ラスト、使わんのかーいもう使っちゃう？まだ使わなくていいかな。ゴー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 、もうあとはもうワタミツにかけてるから。私はワタミツ、ワタミツ間違えたよ。友達のニックネームだった、ワタツミだ。ごめんなさい、ここに勝っちゃうね恥ずかしい、本当でした。ワタツミ、わたつみいるから大丈夫や。お疲れ様でした。イエーイ、初見でクリアだぜ。ちょっとわたつみの名前はちゃんと覚えないと、私好きなキャラクターなんだから。ダメだよ、 S ランククリア、よし OK。 全部金の卵、サイ&コーですね。初クリア報酬ももらって、タイ&コーですよ。かっこいい、桜やっぱかっこいい。いいなぁ、死神操ってみたい。はい、というわけでノストラダムスで私は白夜さんを倒しに行ってまいりました。皆さん、あの本当に協力ありがとうございました。これでね、運極貯めていきたいと思います。もうあと何日あるかわからないですけど、頑張って貯めていきますので、応援よろしくお願いします。そして、ブリーチの知識も、なんか、もし、ミニ知識とかそういうの私大好きなんで、よかったら教えてください。にわかなので、ブリーチに関しては。なので、本当にごめんなさい。語れなくてごめんなさいなんですけど、逆に皆さんから知識欲しいなって思ってるんでね、まずは漫画を読みます。あとアニメも見ます。なので、いろいろと教えてください。というわけで、次回はどんなゲームをやるのでしょうか。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちらから。最新の動画はこちらから。また次回も見てね。バイバイ。